ちらの一番人気のサーロインになっております。非常に柔らかくて食べやすい部位になっております。赤身の人気が出てきましたので、さらに、多くのお客様食べてほしいと出店させていただきましたので、たまたま知人がですね、竹の谷に吊るして知ってる家庭に来たんですよ。行ってみたんですわ。そこでちょっと肉を食べさせてもらって、もうそこで決まったっていうかね、自分の人生が。いずれその霜降りの時代でなくて、この赤身の赤身で味のある肉を求める時代が来るとは思うんです。あ、ちょっと引っ込んだな。この牛がまあ今ように40年守ってきて、ちょっとその